毎度山名部18号でございます。来ました、甲子園球場来ました皆さん。はい、今日からね甲子園開幕、対戦相手はジャイアンツ巨人でございます。その前に皆さん見てください、じゃーん、はい、入りました、ようやく買うことができました、佐藤輝明選手のユニフォーム、やっと買えた、やっと買いました。そして皆さん見てください、じゃーん、はい、マルテ選手のラパンパラタワラー、渋ないですか、渋ないですか。本日発売、今日マルテ選手にホームラン打ってもらって、みんなでねこれやりましょう、やりましょうということでね、ちょっとね天気悪いですけども、甲子園球場行ってきます。巨人ね、巨人ちょっと大変やと思いますけども、まあ、ここはね、まあ、勝負の世界なんで、全力で倒しに行きますよ。はい、ということで負けませんよ。はい、甲子園球場行ってきます。本当の阪神ファンならアルコールが出ます。いや、阪神ファンなんでね、絶対出ますよ。あ、出た、めっちゃ出た。はい、阪神ファンならアルコール出るんで、皆さんやってください。グッティは出えへんかな。はい、ということで甲子園球場入りました、もらいました。はい、これはちょっと渋いかも。じゃーん、はい、甲子園の、開幕記念キャップ、はい、こんな感じ。京セラの時よりはねかっこいいんじゃないかと思います。ちょっとかぶってみようか。こんな感じでございます。おそう、渋い、いい感じ、そして本日の球場飯はじゃーん、藤浪投手の豪快肉肉弁当。はい、これとか絶対うまいでしょ。新メニュー、じゃーん、すごない。こっちがすき焼き風味で、こっちがね焼肉のタレということで、まずはすき焼き風味からいきます。うまっ、しっかりともっこで、この中でもすき焼きが出来上がってますわ。いや、こんなんある、うまっ。焼肉いきますよ。こっちはこっちでうまい。もう見てください、もうこれバーベキューしてますよ、これほんま。2つの味が楽しめてね、めっちゃお得。選手弁当買ったら、去年までは、ラバーバンドやったんですけども、今年はこれ、なんや。はい、糸井さんのキーホルダーかな。止まりません。よもかつでいい。来たよ。ギリギリっす。絶対行ったと思った。あ、終わった。雨天コールド、おー、勝ちましたよ、雨天コールド勝ち。はい、ということで急に試合終わりましたけども、阪神タイガース勝ちました。イエーイ、やりました。はい、すごい雨。
すごい雨ですよ皆さん。まあ今日は何と言いましても、西投手と梅ちゃんナイスバッテリーでした。まあホームランね、まあ一発、勝木選手、ホームラン打たれましたけども、完璧なピッチングでした。今日は、梅ちゃんが、2打席連続タイムリーヒットと、大山選手タイムリー、サンズ選手タイムリー、ほんで木浪選手がね、2打席連続犠牲フライでね、きっちりねもうチャンスをものにしたって感じでしたね。ということで、初戦ね、勝利することができました。すごい、もうほんまにびしょびしょやで。みんな僕のグッズ買ってくれた方がいらっしゃいますよ。うわーいいやん、イエーイ、やりました、ありがとうございます。買ってくれた方いますよ、皆さんよかったら買ってください。はい、ということでね、今日はね、まあとりあえずすごい雨なんで、この辺で帰ります。はい、それでは皆さん明日も勝ちましょう。最後に、あとはファンの皆さんと心の中で、そしてテレビの前の皆さんも一緒に明日も勝つ前で締めたいと思います。皆さん、行きます。